いや、あれはもう私が別に考えて取るっていうより歯がなくなってしまって、で、まあ遺品の整理してたタンスの中下着いっぱい出てきて、もうそれを着る人がいないっていう現実で、すっごくなんかね、ショック受けたの。それなのに下着がいっぱいあるってなんか変じゃん。ね、でも下着の中古は私も着れないし、人にあげることもできない。すごいなんか母の皮膚がタンスの中にいっぱいこう詰まってる感じがすごくして、なんかすごいどうしていいか分かんなくなって、で捨てるわけにもいかんないし、じゃあどうしようと思って、そうかしね、写真家だから写真にと で、ここだと思ここだったか。う。で、あの口紅なんてほら、あれなんか台所や、台所、そこの台所のシンクってね、あの上で撮った、みんなこことそこ こことか 靴なんかこの上で撮った。それ映像を撮ろうとした発想は？映像はですね、もう、まあ一回写真でほとんど全部撮り終わってから、また捨てようと思った下着たちをそのまままたしまって置いといたの で、私もともと8ミリを撮ってたんで、大学時代で、なんとなく写真より映像の方がなんとなくこう親しみあるのね、どっちかっていうと。それで、ソニーの、なんだっけ、なんかビデオカメラが手に入ったんだよね。ハンディカム？これもソニーのハンディカムです。あ、そう？はい、そうか。これ新しいやつでちっちゃいんじゃない？新しいやつです。はい、その前のもう少し大きいやつね。そう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 。そう、それがなんか手に入って割とちっちゃくて、で、そうか、じゃあまだ捨ててないし、ね、あれもこれと、これとと、ここにくっつけた 時々庭が見えたり で、なんか映像に対してやっぱちょっとなんとなく懐かしい感じと、なんか撮ってみようって気になったんですよ。で、撮ったらこうお掃除してないから、もうほこりまでこう、埃がった、その埃がすごい綺麗に映ってて で、ここで両面テープでくっつけて、時々それが剥がれたりして、おっとおっと、それもね、まあ、うまく編集したってこともあるんだけど、なんかあれはあれで、まあ遊び半分で撮ったんですよ。別に作品ってことじゃなくて、撮って編集してなかったんです、ずっと。でもなんとなく編集しないのを、もうベネチアが決まってたんで、その時に、決まってたよね、そうそう、その時に大阪のギャラリー、ギャラリストがここに来て、編集してないの見せたの、すごくいいって褒めてくれてさ「いい？」とかって、じゃあ編集しようかって言って、彼女はギャラリーの個展の時に初めて映像で、笠原美智子さんもその時ベネチア決まってたけど、映像出すのまだ決まってなくて。で、そこまで見に来てくれて、あ、じゃあこれ出そうってことになって、みんなが褒めてくれたから いいと思いあ、ます。本当感じで。やっぱりここは朝撮ったの、朝日が当たるから、やっぱ光に向けて撮ってるわけですよ。で、初めはみんな庭が映っちゃったから、これはまずいじゃん、下着で、トレーシングペーパーを後ろに、だからライトボックス、自然のライトボックスを作った。だからね、割と、その逆光だけど、トレーシングペーパーの光で、太陽からのあれで、ここでその辺からこっちが だから、なんていうのかな、あれは本当に偶然ね、カメラがあるし、そうか、昔を思い出して撮って、だ結構楽しく撮るのがすごい楽しくて、写真撮るのはあんまり楽しくないけど、ビデオ撮るのすごい楽しい。でも編集なんか最高だなと思って。あ、本当に？どういうふうに編集するいんや、ですか？私はコンピューター無人だし何もしないけど、文字で全部書いてくの、撮ったものね。それを見てメモを書いて、だからそれ何何分、分から何分までってくっつで、ける。切ってもらって、嘘、オペレーターがいるわけで、まあ、あらへんをまずして、それからまた見て、でそれまた全部文字で起こして、で、こっからここで何分これで、で、これはここでって全部文字で書いて彼に渡して、面白いね、編集面白い、私自分でやんないかなって思うけど、
時間をこう作り変える、置き換える、別の時間軸にしていくっていうのもすっごい面白い。